Anime Festival Asia, or I would like to call it AFA. It's all about celebrating Japanese pop culture. But when we first started, we didn't really know what was the size of the market. When we launched the event, we thought 10,000 people, but we were really taken back. We hit 29,000 people in the first year alone. AFA is number one event of Japanese culture. いっぱい、まあ、たくさんのアニメのイベントが世界中にありますけれども、オールジャンルの日本の文化をこう感じられるイベントは本当になかなかないんじゃないかなと思います。アファは、日本の次に自分のいる場所、まさにセカンドホームだなと思います。アファのシンガポールは特に、何度も行って、そこにもう帰ってきた時にただいまって言って言える人たちが待っていてくれるっていうのがすごく幸せだなと思います。アファは本当にアニメが好きな方たちがたくさん集まって、とても熱のあるイベントだと思ってます。なかなかこう海外のファンの皆様とライブを一緒に楽しめる機会もないので、なんかそういうことが経験できるすごい貴重な、ライブイベントだと思ってます。 We think that Japan has many things to offer, and then I think in the past the Japanese companies themselves hasn't been able to come out to reach out to the audiences in AsiaSo we would go to Japan, and I think at that time, Singapore, they knew about Singapore, but they didn't really know that, oh wow, is there even an anime, there's a market there. その2008年の時には、まだ一度も日本以外の場所でライブをしたことがなくて、私のことを知ってるのかな、曲を聴いてくれてるのかなと、とても不安でいっぱいだったんですけど、アファに来る前は、どんなイベントになるんだろうとすごくドキドキしていたんですけれども、実際にライブをしてみると皆さんすごく温かく迎えてくれたので、嬉しい気持ちでいっぱいになりましたし、ずっとふーって言ってくれていたり、すごいこう楽しんでくださってるのが、みんなが日本語で一緒に歌ってくれたことにすごく衝撃的でした。初めてアファに参加させてもらった時、とてもびっくりしました。シンガポールにもこんなに日本の文化を愛してくれる人がいるんだなと思って、すごく嬉しかったです。ステージに立ってわーってやった瞬間にみんなが一緒に乗ってくれて、その場でその時一番の宝物を歌った記憶があるんですけど、その時に終わった後にレッサーレッサーって言ってたくさんの名を呼んでくれたことをすごく覚えてます。すごい感情を表に出しながら楽しんでくれつつも、日本で聴いているコールとか応援の仕方まで、勉強してくれたのかな、なのか日本でライブやってるのかと錯覚するぐらい、同じことをこう言ってくれたりとかして。 I think the key thing that drives the event is the word passion from the attendees themselves, the cosplayers, the people that come and queue up overnight, the people that are basically waiting and can't wait for Anime Festival Asia to happen. アファの関係者の皆さんだったりとか、外に行った時ファンの方だったりとかが、リサーって寄ってきてくれて、すごく良かったよっていうのを一生懸命教えてくれたのを覚えてます。その喜んでくれる、こんなにも喜んでくれるんだなって思った時に、また絶対ここに帰ってきてもっともっと喜んでもらえるようなパフォーマンスをしようと思いました。アファに出演させていただくことによって、ステージから皆さんの笑顔だったりとかバッチリ見えるんですね。でそれを見た時にやっぱりすごく幸せな気持ちになりますし、すごくパワーをいただけるので、私自身も一番最初はやっぱりその日本以外の人がこう私の曲を知ってくれてるのかなっていう不安がすごくあったんですけど、でも日本と同じように、もしかしたらそれ以上に熱く迎えてくれる国なんじゃないかなと私はシンガポールに思っているので、まあ2012年から年に必ずね、少なくても1回はアファにお伺いしてるんですけれども、なんだろうな、来るたびにまたね、違った、なんかこう毎回違った楽しみをくれるイベントというか、新しいモチベーションをくれるアファで、アファ自体も年々大きくなりましたし、こうやって日本のアーティストがたくさん来る場所に、なのでこうアファ自体のエネルギーもすごくパワーアップしてるなと思ってます。自分たちが、私たちがこれが絶対にかっこいいんだっていうものを持っていった時に、想像以上な反応をたくさん見せてくれるので、とても素敵な場所だなと思っています。また絶対私は行きたいと思っています。アファっていうのは、僕皆さんにとってはね、シンガポールまたは東南アジアの違う国、フリップサイドが来てアファに出演っていうだけかもしれないんですけど、僕らにとっては
なんかこのアファから勉強させてもらうこともたくさんあったりして、アファはとても素敵なイベントです。皆さんが笑顔になって、そして同じ会場で一つになれる、そんな素敵なイベントですので、ぜひ皆さんアファに遊びに来てください。そしてこのシンガポールの盛り上がりを受けて、もう日本でもこのアファというイベントが誰もが知ってるぐらいとても大人気のイベントになっているので、日本人のファンの皆さんにもたくさんの方に遊びに来ていただきたいなと思ってます。We hope to be continue to reach out to people. We hope to continue to be part of their lives, part of their journey, in their appreciation of Japanese pop culture.